石破治大臣は、臨時国会の所信表明演説で、地方創生のための交付金の倍増を目指す方針を表明しました。石破総理大臣、勇気と真心を持って、真実を語り、国民の皆様の納得と共感を得られる政治を実践することにより、政治に対する信頼を取り戻し、日本の未来を作り、日本の未来を守り抜く決意です。 石破総理は、ルール、日本、国民、地方、若者、女性の機会の5つを守るべき柱だと強調しました。その上で、例年、当初予算ベースでおよそ1000億円計上されている、地方創生のための交付金について、倍増を目指す方針を表明しました。また、自衛官の待遇改善に向けた関係閣僚会議を設置することや、 防災庁の設置に向けたた準備をを進めることを訴えました自民党の派閥による裏金事件については問題を指摘された議員一人一人と,と改めて向き合い反省を求めルールを守る倫理観の確立に全力を挙げると述べました演説はおよそ9500字で2012年に自民党が政権を奪還して以降では最も長く総理側近は 石破総理がこれまでの政治活動の中で大切にしてきた言葉や思うよできる限り盛り込んだと話しています一方で総裁選中に意欲を示していた日本版 NATO の創設や日米地位協定の改定は盛り込まれず政府関係者はまだ準備段階で政府として形になっていないと説明しました以下はネット上の意見をまとめたものです 国民を守るの国民って、裏金議員のことを指しているわけじゃないですよね。笑い。ルールを守るのであれば、ルールを守らなかった裏金議員を公認せず、比例で復活できないようにしてほしい。ルールを守ることができているかどうかを国民にも、明確に示すために、一円単位で収支を記載する、ことが求められる。また、ルールを守ることができなかった場合には、 秘書ではなく議員自身がきちんと責任を取るべきであるそのためにもまずは自分たちに都合の良いルールを変更してほしいでないと信頼はありません与党は石破、野党第一党の立憲の党首は野田という与野党のトップが深刻な増税論者で固まってしまったのでとにかく次回の選挙では自民立憲が少しでも苦労する状況を作る必要があり 自民と立憲、公明あたりが無風で選挙を通過すればするほど待っているのはその後の大増税なので、増税を回避したい人間は、選挙を通じてその意思を示す必要がありますね。具体性に欠けてるか、もしくは具体性に欠けてないものに関しては、とても大多数の国民の共感と納得とは逆の言葉で埋め尽くされていました。その上で 判断材料に乏しい今のうちに衆議院選挙をすることによって当面の時間を確保したら何を言い出すのか想像のつく部分と全くの想像もつかないようなとんでもないことを言い出すのではないかと思うととりあえずは大きく議席を減らして肝を冷やしてもらうのが一番いいと思います与党の位置はかろうじて堅持できたとしてもできれば閣僚から少しでも落選が出てくれると ありががたいのですが少なくともこの流れで大小もしくは原理席数の維持でもできてしまうと絶対にろくなことが起きないのは前政権までを見ても明らかです長ければ良いというものではないですので文字数を書くことに意味があるとは思えません石破氏は今まで藩安倍ということでとことん批判してきましたが 自らがをを取るる立場となりりののように改革を進めるのか見物ではありますしかしながら先日の日銀の利上げの件にしろアジア版 NATO の件にしろ首相として責任のある立場であることの認識が足りないのではないかと思います補助金のばらまきについても疑問ですね閣僚人事を見ても期待はできそうにないというのが実感です 石破さんはかねてから衆議院の解散は憲法69条に基づきない各不信任案が可決された場合に限るべきという持論をお持ちのように7条を根拠にした7条解散は否定的だったそれなのに今回は争点もはっきりさせないままだから何のために解散するのかわからない解散で明らかに7条違反著しい職権乱用としか言えないよ 石は生き残り解散だとしたらとんでもない話だわ。しかも、政策の中身は、ほぼ、岸田政権って感じじゃないの変わる必要あったのかなデフレ脱却耳にタコができてるよ、もう幻滅じゃないずっと下を見たまま作文を読んでいるのを、ライブ放送で見ましたが、耳障りの良い言葉を並べましたというところなのかなと、そんな印象でした。正直、 公正ルールを守り共感してもらえる政治でわざわざ自身の首を絞めてるだけだと思います。今更言ってることがしらけて馬鹿らしくて聞いていられないほどでした。選挙には必ず投票しに行って自民公明の議席を減らさないとダメだなと強く思いました。ルールを守る倫理観の確立に全力を挙げるって小学生ですか、小学生の皆さんごめんなさい。 曲がりなりにも国の最高意思決定機関ですよね。他の国に対して恥ずかしい所信表明です。裏金議員を公認したり、比例代表の対象にしたりするのは倫理観のかけらもないと思いますよ。今回選挙で負けたら、裏金議員のせいにすることもできず、石破さんは選挙で負けた責任を負わされ、国民からの支持率も下がります。最悪の選択肢でしょう。 旧安倍派にうまく踊らされていることに早く気づくべきです国民は裏金議員の脱税に起こり浸透なのです今さら倫理観の確立って国民をなめすぎでしょうどうしてもわからないのなら選挙で裏金議員と沈没してください脱税上収犯が国政を担う中で倫理観の確立は可能ですか今回は絶対に 自民党に投票してはダメです。こんな不条理許していたら子どもたちに未来はありません。石破総理が掲げた地方創生交付金の倍増に対して効果に疑問を持つ。まず交付金の分配が自治体ごとの実効性を保障するわけではない。過去の施策を見ても予算を受け取った地方が具体的な成果を示すケースは少なく単に予算を増やすだけでは。 地方経済の成長や人口減少対策が進むとは限らない。むしろこれが無駄な支出につながり財政負担が増大するリスクもあるまた交付金の倍増に頼ることで地方が自主的に経済を活性化させるインセンティブが減少し中央依存が強まる懸念もある持続可能な地方創生を目指すなら根本的な構造改革やデジタル技術の活用 若者の雇用支援といった、より現実的で長期的な視点からアプローチすべきだ。短絡的な予算の増額では、真の地方活性化は実現できない。石破首相も、さることながら、総理の演説を書く官邸の中の補佐官や秘書官たちも、ただだらだら、ずらずら書くだけで、おそらくやる気などなかったと思う。補佐官たちが書くのか国民は知っているのだから、 せめて読む方はページをめくだけではなく、アクションを入れたり、ジェスチャーを入れたりの演技でもすればいいものを、野党の質問に向きになるだけ。これでは、国民が信頼するわけも、期待するわけもない。ニュースによると、岸田前首相は、石破首相は、短命で終わるので、自分の再登板もあると、意気込んでいるという。いやはや、自民党の行く末は、国民が、 自民党総裁を決めるのではなく自民党議員が総裁を決めるため総理大臣になる人は総裁選時に自分に投票してくれた人に仮を作ることとなってしまうそのため今回の場合は裏金議員にも強く出ることができずに裏金議員を放置するような形になってしまうわけだ逆に放置することで石破さんが裏金議員に対して貸しを作ることができるため 石破さん側も裏金議員を放置することにしたのだろう議員時にどんなに個性や特徴がある人でも総理大臣になってしまうと丸くなってしまうのだなぁとつくづく思ってしまった一度自民党以外の党が政権を取らないとこのシステムは変わらないだろう